今日の段階で署名がですね、全国に展開をしておりますので、153万4500筆集まっております。私どもやっぱり共謀罪はですね、従来の刑法あるいは法秩序の基本をですね、変えてやっぱり300以上の犯罪について話し合うことだけで、犯罪とするというような新しいその犯罪を作り上げることだと、これはひとえに、警察捜査権力がですねの権限を拡大をして市民の自由、市民団体の自由、あるいは私どものような運動団体などのに対して、監視をする、管理をする、抑圧をすると、そして権力にとって都合のいいような世の中を作っていくと、いうような武器にされるということで、絶対反対だと。で、衆議院の強行採決がございましたけれども、はっきり日を境に空気が変わったなというのが僕らの印象であります。やっぱり心の中が、裁かれるんじゃないか、やっぱり一般の人もどんな人も対象になってしまうんじゃないか、それから、みんながずっと監視される社会になるんじゃないか、この不安っていうのは採決をもって逆に本当に大きくなりました。私たち宣伝したり署名をしたりさせていただいている時も、列をなし始めたのがちょうど境の頃でありました。内閣や国会に対して私どうしても今日強く言いたいのは、本当にとてもとてもその採決できるような説明もなければ、国民への納得を作る状況にもない中で、時間が来たから採決するなんていうことについてはですね、絶対にしないと、できる環境にはないということをぜひ伝えていきたいなというふうに思います。私たちはこういう人々と一緒にこの共謀罪を絶対廃案にするために頑張っていきたいと思っています。その後もまた連日の運動で各界の人たちと連携を深めて最後の頑張りをやっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。